でも思うのが、どうしても東京公演と大阪公演と東京公演だと、この土地の方でしかご覧いただけないけれども、世界中から本当に見ることができるっていうのは私たちも、ね、嬉しいです、ね、あの世界を目指しておりますので世界に発信していく、はい、第一歩ということで、アガサ・クリスティ、ね、はい、では最後ですね、一言ずつ、ご覧になる皆様と、全国から配信をご覧になる皆様に対してメッセージをお願いいたします。はい、先ほど、ちょっと話したことと重複するんですけれども、私はこの作品がコロナ禍において自分の希望でした。作品を演じさせていただく中で、やはり最後ジョーンが自分の目の前にある絶望をちゃんと引き受けて、それでもなお行動に移すという彼女の生き方っていうのは、私はものすごく希望でしたし、これからも希望になるんだろうなっていうのを確信しています。だからこの作品を皆さんにご覧いただいてですね、ぜひ今だからこそこの音楽座ミュージカルサンデーをご覧いただいて、さまざまなことを感じていただいて、そしてまたね、こう生でお会いできる機会があった時に、その時のこの思いみたいなのをぜひ聞かせていただきたいなというのが今の率直な思いです。はい、そしてこの東京公演に来てくださる方々はですね、こういう状況下の中生にもかかわらず、それでも選んでくださったことっていうのをしっかり私たちもカンパニー一同ちゃんとこう肝に銘じてですね、絶対に来てよかった、見てよかったな、今この時期に会えたから本当によかったって思えていただけるような作品に心を込めてやりたいと思いますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。一人ずつ、とにかくですね、このライブでこの状況で来ていただけるってことで本当にありがたいなと思います。お客様の前でやっぱ演じられることっていうのがこれほどやっぱり幸せなことなのかってことを改めて今日ですね感じました。で、音楽座ミュージカルといってなかなかねご存知ない方もいらっしゃいますので、ぜひこれを機会にですねオンライン配信ということで、私九州出身なんですけども、九州の人とかですね、それぞれの土地の人たちにぜひ音楽座ミュージカルをもっともっと広く知っていただいて、良さをね分かっていただけたらと心より思っております。どうぞ宣伝の方よろしくお願いいたします。私はですね、この葬月ホールに足を運んでくださった皆様、そしてオンライン配信を見てくださる皆様がですね、もう肌も細胞も魂さえもこうぐわって震えるような、そういう体験をですねやっぱりしていただけたらなってすごく思っていて、この音楽座ミュージカルサンデーっていうものを鑑賞したって終わるんじゃなくって、やっぱり皆さんお一人お一人の人生の一部になれたらなってすごく思っておりますので、心を込めてお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。します。音楽座ミュージカルサンデー12月28日19時からストリーミングプラスで上演いたします。ぜひご覧になってください。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。